桜の花 と枝ぶりの、ね、形で作品って決まってきますから、奥だけ見ないでね、手前に使えるものがあったら入れてみて、枝のリズムと背景の組み合わせがうまくいきそうなところ、ちょっと位置が違うだけでね、やっぱり被り方全然違うので、人工で、ね、逆光で桜の色全然違って見えるので、形のいいところを探してもらって撮ってみてください。まあ、広角レンズ使ってもね、これぐらい寄ってあげると後ろがボケてくるので、まあ、そういう撮り方もね、面白いと思うので、撮ってみてあげてくださいね。ここはね、この枝ぶりと、あとまあ池の写り込み、あと、この辺のね、手前にある桜、今回はね、前ボケに使わないで、こっちにピント合わせたがって、で後ろをぼかすような、形を、撮ってみました。広角レンズとね、ファンフォーカスでこうぼかさないという方はよくやるんですけども、これだけ近いところであれば逆に、開放で撮ってあげて、手前にピント合わせたがると後ろは結構ねボケてくれますので、そういう撮り方もねしてみてください。で標準形とかマクロとか望遠鏡で、背景ぼかすのと比べると、背景の入り方がねドーンと広く入るので、スケール感のある、写真が撮りながらボケを生かした、ね、表現ができるので、やってみると面白いと思います。